それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日第1回目のトレーニングセミナーみたいな感じなんですけども、続けられない人が多くて、だからこの楽しく続けるっていうのも入れてもらえるかな。楽しく続ける、自らやるようになるとか、あ、はいはい、自分でやってる、人に言われなくても習慣化、いいです。習慣化が一番大事ですよね。やっぱりトレーニングやってなんぼみたいなところもちょっとあって、やったらやったら自分で帰ってくるんですけど、やったらもうそこで成長率が終わってしまうっていうパターンもあって、やっぱいろいろ言ったように継続してもらう、楽しさを見出してもらう、体の変化を感じてやっと楽しくなると思うんですよ。そこに持っていくために、まあ、その第一段階としてこういうトレーニング原理原則とかを踏まえた上でやると効果は出やすいっていうことなので、今日はこちらをじゃあやっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。基礎代謝プラス活動量がこれですね、広がり、はい、で、もう一つ隣にあるのが摂取カロリー。摂取カロリー、これは食べた量ですね、はい、食べたもので、そこの間にくの字が入るんですけど、もしくはイコールなのか、はい、あ、じゃあこうですね、摂取カロリーがちっちゃければいい。そう、体重を減らすためには摂取カロリーがこいつよりも上回らなければ痩せていくと、はい、いうことが言えます。自分の方も一回しゃがんでみます。今浮いてますか？足首の高さもあるんだろう。もうちょい足幅取ってもいいですか？で、そう、しゃがんでみますね。じゃあかかとにしっかり乗りすぎた場合、こうやって上から押されるとやっぱちょっと弱いわけですよね。なのでちゃんと膝も軽く曲げて、ちゃんと地面の足の裏を踏んで耐えていただけるとやっぱ強くなるので、足の裏は絶対ついていた方がいいです。あ、じゃあ親指は大事なんですか？大事です。なんか膝を前にしない時期で。そんなことないですよ。親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点をしっかりつけておかないとダメですね。あ、じゃあ大丈夫。これだったら、全然めちゃくちゃいいと思います。並んでいって、しっかりこうお尻が出ている状態で、いけるところまでがやっぱ一番いい方です。これも。はい、立てて。足首の硬さもあるんですけど、もうここ私を見ていただけると、これぐらいはしゃがめるようになりますから。あ、しっかりここが起きている状態でしゃがみます。下がるわ、下がらなくなるんですか、ね、まあ、やっていけば、あとまあ柔軟性もあります。今日はじゃあもう1時間以上経ってしまったので、結構です。
はい、というわけで本日はトレーニングのセミナーの内容を少しだけ動画にまとめてみました。本日のセミナーの内容としてはトレーニングの原理原則や、カロリーについて、まあ、基礎代謝とか、活動量とか、あとは、まあ、サッカー選手の一試合の消費カロリーとかそういう、まあ、目安、例えば沖縄そばのカロリーとかそういうところを少し資料にまとめさせていただいて、これだけの量消費するのにこれだけの運動量が必要になりますという形で少しこう、まあ、分かりやすい手法を用いながら、セミナーを進めさせていただきました。実技の方は今回参加していただいた方の普段のトレーニングの様子をちょっとお聞きして、で背中のトレーニングを少し知りたい、まあ、バリエーションを知りたいというところでしたので今回背中のトレーニングを行いました。また近いうちに、まあ、トレーニングセミナーといいますか今度はトレーニングプログラムについての、ちょっとセミナーをまた実施していく予定となっておりますので、またその際にも動画にまとめさせていただきます。これからもこれいろいろな動画を作成して配信していこうと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。